よーし、それじゃあメトロイドゼロミッションの続きを遊んでいきましょう。さてと、とりあえずこの左でいいんだよね。ん？落ちるな。一方通行。ん？よく見たらお前も白目ビームを出すやつじゃないか。な！あーい！だいぶ強引だったけどな。一応これでいいか。リドリー、いきなりで大丈夫かな？再開初っ端がリドリーなんですが。あれ？え？普通にスルーできるやん。これは？あ？グラビティスーツっぽい。けど未消アイテムだ。スーツだ。解析不能。え？なんで不適合なの？なんでや？ん？おー。あー、ちゃんとこれ踏襲されてんだ。リドリーの部屋の奥、普通にスルーして、あれなんですよね。このエネルギータンク取りに行けたんですよね。じゃあ、ここで回復をさせてからリドリー戦かな？やりましょう。ん？上にカメラが向くということは、何かがあるということです。早く来なさいよ。ん？お前は、あー！いやー！いやー！ギャーギャー炎を吐き続けるんじゃないよ。いててててててあーミサイル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 マンミサイルマン食らい続けるがいい。いててて。これ、メトロイドフュージョンの、なんだったかな。メトロイドフュージョンのプラズマビームかなんかは、このリドリーの X 擬態形態には特攻が入るみたいな話を聞いたんだけど、こちらにはウェーブビームしかないからそういうのが効くとかはなさそうだね。あー、解放者。おぶぶぶぶぶ、びっくりするけど、とりあえずご利用すれば勝てるって聞いたから勝っちゃったよ。本当にいけるんかい。お？やったね。左がリドリーなんだな。とか、リドリー頭の部分だけだとなんかリドリーっぽくねえな。リドリー、なんか、普通に勝ってしまった。やったね。あれ？っていうか、全然、スーツが更新されないんだけど。いいのか、これ。これでいいのか。早く、早く。これで登れるけど。帰ってきましたが。あん？ていうか、これグラビティスーツが手に入って、それから他のことがいろいろできるようになると思ってたんだけど。え？ダメなのか？今のスーツに不適合って言ってもな、今のスーツをパワーアップする術がなくないか。気になるな。何かあんのかな？ん？これ右行ってなんかいいのか。じゃ、とりあえずこっちから行こうか。これは、あれですね。おそらく、あれができるんで。ダッシュする予定なんですが、右に何かあるので、先に行ってみようか。ちょっと待って。ちょっと時間を置きただけでなんかもう無限ジャンプができる気がしない。バムジャンプ、バムジャンプ。こう、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 こう。爆発に合わせてボムを置いていくイメージでいいのかな？どうだ？あー！違うわ、上から来たんだ。ならいっか。じゃあここでダッシュをして、スピードブースターの、おー、こういうことだ。ふぅ。なんかこの壁の中に隠れていたやつがすげえかわいそうだったんだけど、てか上行けるじゃねえか。いろいろともったいないな。こちらはまだ来てないね。進んじゃいましょう。ちょっと時間を空けて、
セーブデータを改めて確認したら、意外とインゲームタイムが3時間に全然満たないというか、まだ2時間経ってなかったから、ちょっと余裕があるなということで、プレイがちょっと落ち着いてる感じになりました。左、さっき登れなかったところがちょっと気になるんだよな。あそこどうにかしていきたいけど、これ上かな？まだ見てない上を先にやるべきなのかもしれない。てか、リドリー倒して何もないっていうのが気になるな。まあ、何もなかったわけじゃないんだけど。ああ、そういうことか。これ、リドリーの部屋を通ったからこそこれが行けるようになったわけだ。ということは、こっち怪しいな。スペースジャンプあたりあるんじゃない？もしかしたらスピンジャンプかもしれない。でも、ドレッドで初めて知ったんだけど、スピンジャンプって他のゲームに出てくるのか？凍らせることはできたが。にゃー、はい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 、オッケー。ミサイルでした。これは多分あの、ハエさんを出しつつ凍らせる場所を考えれば、いけるみたいな感じだったんでしょうね。こっちは普通に登れるな。よし。なんかあるかい？これで落ちる。下に何かがありそうだが、ミサイルでした。ギャン！取れる？ん？ん？あー、そういうこと。ならば、一応こっから登れたのか？にゃあ、でもこいつらがいるからちょっと厳しいかな。逆に言えば、凍らせる位置さえ考えれば、あれか、ハイジャンプとかもろもろ考えなくてもいけるわけだ。こんな風にね。でもこれ帰り道じゃないかな。上にボムのマークがあるのが気になるな。え？ダメか。もう帰れってことかな、これ。なんもないのか、これ。いや、なんもないことないよな。普通に帰り道。この、リドリーの部屋に何もないのか？一通りアイテム取ったから帰ってもいいとは思うんだけどね。帰ってもいいとは思うんだけど、思うんだけれどってやつだね。にゃん！くそ！はい、来い！はい、来るんだ！ふん！これで、あれ。乗れたよー。危ね。まだ探索していない部分が結構あるから、ちょっと気になる。それだけはやっておきたい。うおー。こっちから行くのが素直な帰り道ということっぽいけどな。にゃん。置いて。こことかね。入れるけど、熱い、こっちは本物かよ。くぅ、ダメか。で、ここは降りられるんだな。この間の部屋は本当にただ落っこちてきてしまった時用のリカバリーってことでいいのかな。にゃん、やめていただきたい。じゃあ素直に左行ってみるか。ミサイルタンクの取り逃しもあるから、とりあえず左は行っておきたいっちゃ行っておきたいんだけど。よし。にーん。この先よね。コロ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 。
ここ。凍らせられるから、こいつを凍らせて乗って行くことはできるのだが、なのだが。体力回復しないかな。あいつが、ここ、これで、行って、はい、乗る、オッケー。これでいいのか。しかし、このやり方で行けるこの部屋に大事なものが置いてあるかと言われたら、ない気がするな。おまけで何かが置いてあるぐらいか。おー。普通にありがてえ。普通にありがたいが。X-ray スコープが欲しい。この部屋は何もないかな。まあ、完全におまけっぽいな、これは。一応いいもんゲットしたぞという感じではあるが。なるほど。これはもう帰って良さそうですね。だがこっちからは帰れない。まあ一応取ったから帰っていいかな、これは。行くぞー。ダメでした。じゃあ、今度はこっちで。じゃあさっきの順路通りで帰って良さそうだな。もうちょっとなんかあるかなと思ったけど、深読みだったかもしれない。こっちだね。よいしょ。みょん、はい、どん、はい、どん。まあ、そんなに帰るのが難しい地形じゃなかったのは良かったね。また難しい帰り道を通らなくちゃいけないのか、みたいなのはないね。帰りまーす。にん。あれ？でもなんかボムあるよ。うわー、気になる。絶対なんかあるな、あれ。絶対なんかあるけど、もういっかな、さすがに。あそこを通らないと、あれ、スペースジャンプなり、あれが取れないみたいなのはさすがにないだろうしな。それよりもこっちの方がなんか大事なんじゃない？そんな気が。あ？頭ー！どうした？おい！俺たちの超人族の像になんてこと？許されないぜ。あ？落ちたー。うん？なんかあんのかい？なんかちょっと不気味な雰囲気だけど。ん？ん？ああ、通れる。ええー。パワーボムがないからこの筒が壊せるとかではないだろうけど。にゅーん。こっち行きゃいいの？の。これで、ジュピャーン。おー。貫き。え？これで一気に違うとこ来たのか？はえー。この左か。これ、来るんじゃない？そろそろ、あれが来そうな気がする。あれとは。にゃん。あれが来そうな気がするよ。ぬん、ぬん、ぬん。あれ？これ壊せないのか。どうだ？あー、来たー！そう、これ！スクリューアタック。普通に順路で取れるんだな。よかったよかった。回転ジャンプで耐えたりすると敵にダメージを与える。おお。なかなかシンプルな感じだね。ビリビリっていう感じ。これで、ぐん。おお。全部ボコボコ壊せんのか、この辺。いいね。気分がいいね。あとはこれ、スペースジャンプがあればだな。これで？おー、そういうことか。壊せる。ジュン。たまらんぜ。あ、で、そうか。ここの、間違えた。スーパーミサイルで壊せるやつもまだ飽きてなかったんだよね。ちょうどいいし、ここもやっとこう。二つの落とし子。ここで、この先なんかあったっけ？言うて見たことがないから、何かあるもクソもないんだけどな。でも元の、初代メトロイドでもなんか、この地形は、ちょっと見覚えがある気がするんだよな。この先ミサイルタンクとかじゃなかったっけかな？なんかそこまで大事なものがあった記憶はないんだ。ちゃ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 。
何かあります？あん、なんだこれ。お、壊せた。ということはこれ、偽か。偽だ。ふっ、隠し通路を通っていくよ。なんかこの感じは見覚えがあるな。あっつーい。これ見ててきたーい。え、あれが取れないぞ。え、てか何もないじゃねえか。そんな、騙された。あー、お前か、君だな、と思ったんだけど、ダメじゃねえか。はい、取れなーい。くそー、どうすればいいんだ。俺は一体どうすればいいというんだ。燃える。何か違うやり方があるんだろうけどな。なんかちょっと高さが低いやつが欲しいんだけどな。来なさい。そうじゃない。はい、来なさい。これ取って、ふっ、ふっ、ここだ！間違えた！くそー！スペースジャンプが、あだとなる日が来るとは。来なさい。はい、来なさい。はい、はい。ダメだ。ダメだ。垂直にジャンプして届かないよ。くそ。ダメだ。しかしな、スーツの不適合っていうのが気になるな。ダメなのかい？となるとここでもないか。スクリルアタックが取れたのは非常にいいんだけどな。スーパーミサイルのタンクだけだったらスルーしてもいいかな。時間をかけすぎるのもあれだしな。これで、ん？マジか。一応こっから帰れるけど。これ上になんかあんのかな？なんもなさそうだけどな。スクリュースクリュースクリュー。この辺はもう特に何もなさそうだし、帰るかな。だが帰ってどこ行きゃいいんだって感じがする。超人族のゾウさん、何か、マークを教えてくれないかな。というかそうか、もうこれ行こうと今、行こうと思えばもう行けちゃうんだよな、奥。となると、まだ行ってないエリアを探せばいいぐらいなんだろうけど。なぜスーツが適合していないのかが気になる。これ普通にこの先進んでいけば適合できるのかな？なんかちょっと不安だな。何か回収していないから、せっかく手に入れたアイテムが使えないっていうだけだったら、ちゃんと全部回収してから行きたいんだけど。そうでないならもう先進んじゃった方がいいもんな。あとはこれ。結構大変な感じだけど。おー、おー、強い。素直にこれで帰れるのかどうかっていう問題もあるな。もう先へ進める気満々でいるかもしれないけど、君。実はまだ回収していないものがあるから、こっから帰れないよみたいな。さすがにそれはないかな。その点ちょっと不安だけど。でん。おいてー。爆発してー。超人族のゾウさんはとりあえずスルーで。スーパーミサイルの扉だけ開けて帰るかな。ぐん。スクリアダックいいねー。これで、まあ、ハイジャンプあるからこっちから帰れるか。帰れませんでした。そうだった。あー、ちょっと待って、あれがあるんだったら。こう、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 ちょっとやらかしたんで一旦これで帰るよ。
こうだね。ここから入れば、もっと早く帰れたわ。思い出しよかった。突き抜けて、で、通りたかったのはこの下だね。ん？この下か。中途半端に一個だけ下っていうのがな。やらしいな。でも気になるからな。これだけはちゃんとやっておきたーい。熱い。早く回復して。マンダムー。オッケー。スーパーミサイルだけだよな。うん。あ、出た。なんだろ、これ。お、熱い。お、熱々で？スクリューアタックでも壊せちゃう。しかし、スクリューアタックで壊せるせいで、逆に、足場が不安定すぎる。なんなんだ、これは。なんなんだ、これは。これでいいのか。俺は本当にこれでいいのか。ちょっと変なとこ来たな。ん？崩れ落ちるー！やめろー！死ぬー！くそー！竜の落とし子に阻まれてしまった。不安感が拭えない。あん？どういうことなんだ？こっちから帰れるか？帰れた。あー、ちょ、びっくりするじゃないのよ。どういうことはこれ？スペースジャンプ必須か？きついよなこれ。せっかく来たのに何も取れないのか、これ。ここが復活するけど、こうで、無理か。いや、なんかいけそうな気はする。上手い人がこうやってやるんだよっていう方法を知っていたら無理やり取れそうな気はする。ただ、俺は取れる気がしない。というか、ここもなんか、スペースジャンプみたいに空中ジャンプを繰り返して進むことによって、この溶岩に触れずに進める系のギミックな気がするから、今ではない気がする。